で、これは絶対に売れます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ホタパパです。今日は、9月の16日ということで、新しいイヤホンが発売になります。私はね、9月の2日にもう予約をして、今日、発売日に商品を受け取ることができました。早期予約者に限って 10% を引きにするよっていう内容で、定価より、1割安く買うことができました。先日のね、動画でもね、取り上げた通り、ジャグラの新作が出ましたので、物がこちらになりますね。はい。果たしてこいつにどれだけのポテンシャルがあるのかどうか、皆さんと一緒にビシッと見ていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。あとね、今日の動画が良かった方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで僕の動画作成モチベーションがブキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それではですね、ジャブラの新作イヤホン見ていきましょう。レッツゴー。はい、それでは見ていきましょう。今日ご紹介させていただく商品は、9月16日本日発売になった、ジャグラーの、エリート3というイヤホンになります。私はダークグレーを購入しました。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。よし、 Welcome to Superior Sound。 ちょっと開けてみますね。おう、ぴょんと、こんな感じですね。うん。ブーツも、はい、あります。これ取れるんだ。あ、すごいな。本体は後で見るとして、はい、同梱物の確認からしていきたいと思います。こちらが、はい、取扱説明書となります。わかりますか？USB Type C の、充電ケーブルとなります。こちらがイヤーピースになります。L と、S かながあって、デフォルトで多分 M がついているので、イヤーピースのサイズは3種類、3サイズあるってことですね。はい、同梱物は以上となります。はい、サクサクいきましょう。はい、それでは本体見ていきましょう。こちらにね、ジャブラーのロゴが入っております。これが正面ですね。ケースはまあプラスチックですけど、このね、イヤホンのお値段がね、約ね、1万円なんですね。僕は、一割オフで買えたんで、約9000円ですかね。うん、の、まあ、エントリーモデルの、ものがジャブラーから出たということになります。戻りますけども、ロゴの下には、LED のインジケーターがあります。で、てっぺんには何もないですね。で、反対側の方に、背面にです。Type-C の充電口がございます。はい。それでは、中を開けていきましょうかね。はい。じゃあ、ちょっと、取り出してみましょうか。ここに、シールがありますね。電極を保護している。よいしょ。これを剥がして、あのね、イヤホン自体はものすごい軽いですね。はい。形はね、ちょっと面白い形をしてるかな。今、ピカピカ光っておりますけども、ジャブラのロゴが入っております。二つ持ってみても全然大丈夫ですね。はい。はい。外観はこのようになります。ケースの中身も、ちょっと見ますけど、まあそんなに特筆した点は特にはないですね。はい。それではですね、こちらのイヤホン、エリート3について、見ていきたいと思います。で、行きましょう。
はい、それではジャブラのエリート3見ていきましょう。パワーアップされた低音ということで、エリート3は音質に妥協せず、リッチで重厚な低音を発揮し、パワフルでカスタマイズ可能な音質に設計されています。毎日の生活に音楽をということで、イヤホンはコンパクトですが、パワフルなだけでなくパンチの効いた重厚な低音を提供し、自分好みのサウンドを楽しむことができます。遮音性能を追求して設計されたエリート3は、気になる周囲の雑音を遮断するので、いつでもどこでも音楽に没頭することができます。卓越したヒアスルーテクノロジーにより、イヤホンの内部マイクで集音し、イヤホンで再生します。イヤホンを外す必要はありません。こちらアンビエントの話ですね。こちらは片耳でも、使えます。エリート3にはクリアな通話を実現するための4つのマイクが搭載されており、どこにいても相手に聞こえているかどうかを気にすることなく、会話したり予定を立てたりすることができます。はい、バッテリーですが、最長で、単体で7時間、充電ケース併用で最長28時間まで使うことができます。また、10分の、充電で1時間の再生が可能な急速充電にも対応しております。通信方式ですが、Bluetooth の 5.2 となっております。デザインですが、耳にフィットする北欧デザインということで、コペンハーゲンで設計された、ワールドクラスの優れたものとなっております。 IP55 を装備しており、突然の雨でも、大丈夫です。サポートしている、コーデックは Qualcomm aptX と SDC となっております。はい、というわけなんですけども、果たしてですね、こちらの実機に、それだけのパフォーマンスがあるのかどうか、一緒に見ていきたいと思います。そしたらまたペアリングしてちょっと音楽を聴いてみますかね。先ほどね、ジャブラのアプリを落としました。はい、それではペアリングが終わりました。そしたら僕はまたカノンでね、ちょっと聴いてみたいと思います。はい、おー、じゃあ次はゲットワイルドを試してみますね。はい、ちょっと音楽聴いてみました。それではですね、これから1時間ぐらいかな、こいつをね使い倒して、レビューをしてまとめていきたいと思います。音めっちゃいいよ。でいきます。はい、戻ってきました。いろいろね、いろんなジャンルの音楽聴いてきたんですけども、音質についてね、レビューをさせていただきたいと思います。では行きましょう。はい、それではレビューしていきます。アプリ使ってイコライザー使ったんですけど、凄まじくいいですね。デフォルトも聞いてみたんですけども、結構イコライザーも結構使える感じに、使えるものになってますね。バスブーストだとか、あとエネルギーっていう項目があって、ちょっとそれを聞いてみたんですけど、これがめちゃめちゃいいですね。はい、まあ、あの比較対象としてね、参考までに一応これはね、85T なんですけども、あの 85T の低音の深さ、厚さ、密度はこのエリート3にしっかり受け継がれてます。正直びっくりしましたね。 85T 聞いてるのかと思いましたよ。本当に低音はね、ものすごく深くっていう、こうプレミアムな感じですね。あの低音がこうね、あの凛とした感じが、張りがねあってね、で中音域高音域の音をこう尖らせないような感じで丸め込んでるような、そんな
ほとんど立体構成になってますね。音のレイヤーもしっかりしてますんで、本場はそんなに広くないんだけど、すごい臨場感はものすごい味わえるし、聞いた中ではやっぱりね、ジャズとかクラシック系、オーケストラ系がものすごく合う。うん。ものすごくいい音を出してくれる。弦の弾く一音、一音かがもう弦の震えが見えるようなね、線が細い感じでもなくて、ずるというのがちゃんと鳴るんですよね。なので、さっきカノン聞いたんですけど、コントラバスとかチェロか、その辺がめちゃめちゃ綺麗。あとね、バイオリンがね、ものすごい綺麗だった。高音なんだけど、全然刺さるような感じがしなくてですね。これは見事な出来だと思います。この低音は新次元だよね。ね、前回の動画で 85T 買ったらどうですかなんて言ってたけど、85T じゃなくてね、3分の1の価格で約1万円でね、こっちのエリート3を買って、やり過ごすっていうやり方も、ありなんだなと今思いました。無理して 85T を買う必要はないし、ただね、ちゃんと音を比べたいとか、あとはね、やっぱり 85T が、ほぼハイエンドに近いんで、その、情報量としてはね、85T の方が多く処理できてる。エリート3は、ちょっとね、ほんのちょっとだけラグがあるみたいな、でもほとんどね、多分、感じ取れないぐらいの、ラグだと思う。全然気にならなかったし。なので、僕はこれは一押しですね。はい。で、中音域も、分厚い低音に負けないように、こう、凛として出てますし、高音はね、こう刺さらないように、こう、低音が被さってるような感じになってますので、よく1万円でここまでやったなっていうのが正直な印象です。あとまあ、ヒアスルーあったんですけども、まあ、機械でめちゃめちゃ拾いましたっていう感じの音で、ほんで少しホワイトノイズが入って、自分の声はロボットっぽく聞こえるっていう、まあ、この価格では、まあ、このレベルぐらいが相当いいのかもしれないですね。これよりもいいものにせようとすると、またコストがかかってきてしまうので、まあ、うまい具合にチューニングをしたのかなっていうふうに、総合的には思います。ということで、まあ、上から下まで綺麗に聞こえて、分厚いダイナミックな、音楽を楽しめるのがエリート3になっているのかなと思います。はい、それではまとめていきましょう。はい、それではまとめていきましょう。今日ご紹介させていただいたのはこちらですね。本日9月16日に発売されたジャブラの新型、ワイヤレスイヤホンエリート3となっております。僕はダークグレーを購入しました。アンドロイド端末を使って、AptX で接続して、音を、聞いたんですけども、あとは、専用のアプリで、イコライザーをちょっと調整して聞いたんですけども、フラットも素晴らしいんですけど、イコライザーを使うともっとね、なんか、リッチな気になれる音に対して、こちらはね、85T になるんですけども、こちらの、いわゆる、先日の動画で述べた、深く、厚く、密度のある、低音っていうのが、この、エリート3、これにもしっかり受け継がれてますね。まあ、85T よりは当然ライトな感じなんですけども、負けてるかっていうと、そんなこともなくって、だから、無理に、エリート85を買わなくても、この、エリート3から、ステップアップしていっても、全然いいと思う。で、新機種がね、全部出た後に、多分、ジャガルの 85T とか、
お値段が下がると思うんで、そこでね、ま、興味がある方は、その、もうちょっと待って買ってみるのがいいんじゃないかなと思います。で、聞き比べをしてみるとかしたら、例えば、とても楽しいと思います。はい。ということで、音質ですけども、10点中の9点です。はい。で、冷やせるに関しては、10点中の6点です。はい。冷やせる、削ったんだね。やっぱこんな値段にするにはね。うん。これしょうがない。うん。で、音楽で何が大事って、やっぱり音質だもんね。ね、これは音質を削らないで、まあ違う部分を削ったっていう、商品になるのかなと思いました。というわけで、今日のレビューはここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画、良かった方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。あと、高評価いただくだけで、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、ファーストインプレッションですけども、ものすごくいいなと思いました。買ってよかったです。で、これは絶対に売れます。はい、ということで、次の動画でね、お会いしましょう。バイバーイ。